ご視聴お願いします。栗原市栗駒の駒の湯温泉にある慰霊碑前では、地震発生時刻の午前8時43分に合わせ、遺族や住民らおよそ30人が黙祷を捧げ、犠牲者を悼みました。あっという間だったというような気もします。なんとか助けられなかったかなという思いはあります。やっぱり知ってる方も知らない方も、地震があって犠牲になられた人がいるんだっていう、母を知ってる方にもこの日を思い出してもらえれば嬉しいですね。2008年6月14日午前8時43分、岩手県内陸南部を震源とするマグニチュード 7.2 の地震が発生し、県内では栗原市で最大震度6強を観測しました。震源地に近い栗原市の荒戸沢ダム上流部では、国内最大規模となる大規模な地滑りが起きました。この地震による死者は宮城、岩手、福島の3県で合わせて17人に上り、駒の湯温泉では宿が土石流に飲み込まれ、客と従業員、経営者の家族合わせて7人が犠牲になりました。また宮城と秋田で合わせて6人が行方不明のままです。駒の湯温泉は内陸地震から7年後の2015年に日帰り温泉として復活したものの、3年前からは新型コロナの影響で営業自粛を余儀なくされています。それでも経営者の菅原昭夫さんは、定期的に浴槽を掃除しながら、いつでも客を受け入れられるよう準備を進めています。予約制のできれば貸し切りのような形でお客様に来ていただけるような、そういう考えではいます。菅原さんは一日も早い営業再開を目指し、今後も伝統ある温泉を守っていきたいと話していました。